ソロモン諸島の位置サンタクルーズ諸島とは、南太平洋南西部に位置する火山島の諸島で、英連邦王国のソロモン諸島の手持州に属する。総面積は938平方キロメートル。人口は12,800人。年度島が一番大きい島で、中心地のラタがある。最高地点は517メートル。他の島々はバニコロ島。 ウトプア島、スワロー諸島、タフ島、ヌパニ島、ティコピア島、ファトゥタカ島、アヌータ島、EN、タイノクラ、EN、ダフアイランズなど。サンタクルスは、スペイン語で、聖なる十字架の意味で、中南米などの地名としてもよく用いられている。その他のサンタクルスについては、サンタクルスを参照。経済は主に、コプラと木材の輸出。島民は、 メラネシア人及び、ポリネシア人。EN、リフス、サンタクルーズランゲージズ、ポリネシア諸語、ポリネシア外援諸語の EN、リカオ、タウマコランゲージ。ありがとうございます。